どうも、淡路島の椎茸研究家、奥田製作所のケンです。今回は進化したミル椎茸の2ヶ月目の様子を見ていきたいと思います。初めての方に説明しておくと、ミル椎茸とは椎茸を食べる、もしくは取る食べるだけでなく、栽培状況を見るを加えた見る取る食べるというリアルな栽培体験ができる椎茸原木のことです。今は2ヶ月目なので、初めての方は概要欄から前の解説動画を先に見ることをお勧めします。もうお気づきだと思いますが、分かりやすいようにラベルを作りました。名前と重さと管理方法を記しています。これで判別できますね。ただいまの気温は 19.3 度、湿度は 62% です。では順番に見ていきましょう。 A は袋で秋まで放置。なんか見た目が暗いですね。いきなりですが、まさかの雑菌です。初っぱなから雑菌に負けちゃってますね。幸先悪。白い椎茸菌がどこにも見当たりません。ここからの復活はあるんでしょうか。秋に椎茸原木となるのか、腐敗と化すのか、見物ですね。お次は B も秋まで放置ですが、ラップを巻いてます。 B は下の方に青カビが生えてきてますね。これ洗い落としたくなるんですが、秋まで放置なのでそのままにしておきます。真ん中の部分はまあ綺麗ですね。上もカビちゃってます。この白いふわーってしたものが菌の糸と書いて菌糸と呼びます。推測ですが、菌糸にカビが生えてるので、一度伸びた菌糸が乾いて死ぬ、それにまた湿気が続くとカビが生えるということなのかもしれません。この死んだ椎茸菌にはカビが生えるんですね。 C は袋、月1で空気の入れ替えをします。 C も A と同じく恐ろしい見た目になってますよね。これ A よりもひどいかもしれません。ちょっとかなりひどいので、空気を入れ替える際に水で洗ってみますね。それで様子を見てみましょう。椎茸原木か腐敗かの分かれ道です。 D はラップ、月1で空気の入れ替えをします。これは綺麗ですね。今まででダントツの綺麗さです。ラップいいかもしれないですね。綺麗なので巻き直したくないんですが、条件が月1で空気の入れ替えなのでラップを巻き直します。ちょっと楽しみな原木ですね。 E は袋、成長後に解放。A、C と同じくカビがはびこってます。袋組どないなっとんねん。このままだと成長どころか弱体化していく一方なんで、洗ってから袋を少し解放したいと思います。ただしその後は手を加えません。まさかの新たな展開ですね。 F はラップ、成長後に解放。カビが生えてますね。ラップ組の中で一番多いんじゃないでしょうか。これも B と同じ結末になりそうなので、カビを水で洗い飛ばした後、隙間を開けてラップを巻き直したいと思います。こちらもその後は手を加えません。お次の G は袋、常に少し開放なんですが、これ袋の中でダントツで綺麗ですね。しかも常に袋を開けてるのに水滴が多い。これはしっかりと椎茸菌が菌の中に伸びて余計な水分を押し出してきてるという証拠です。つまり生きて活動しているということですね。これまでで分かったことは、袋を貫通するわずかな酸素では椎茸菌は生きていくことができないということが明らかになったのではないでしょうか。これは新しい発見です。やはり最低限空気穴は必要ということですね。ただそうなると夏の乾燥が怖いんですよね。去年もそれで失敗してますから、注目しておきましょう。 H はラップ、常に少し開放です。ここに隙間があります。下の方に一部カビがありますが、これも意外と綺麗ですね。酸素は思ったより重要なのかもしれません。これも乾燥度合いが気になりますね。注目株の一つです。株だけに。 I はジップロック、去年と同じく空気の入れ替えでパフパフしてます。これが意外とうまいこと言ってるんですよね。見てくださいよ、この水滴下に溜まってくるレベルです。これは先ほども述べた通り、菌がしっかりと活動している証拠です。はじめは保湿しつつも酸素も結構必要だということが分かりますね。今のところは問題なしで順調です。リベンジなるかですね。 J はジップロック、秋まで放置。少し水を加えてたのですごい水滴ですね。菌もそれなりに生きてるようですが、この2つの空気穴だけだとちょっと酸素不足なのかもしれません。また二酸化炭素は重いので下に溜まり、空気穴が上にあることから上の方が少しだけ活発に活動しているようにも見えます。もう少し経過を見るとはっきりとしてきそうですね。まあ他に比べれば順調なのではないかなと思います。ただ後ろには少しカビが生えてますね。ひょっとしたら一番のカビの原因は、菌を植えてから20日後にそれぞれを別の袋に入れ替えたという行為だったのかもしれません。
入れ替える際にカビの胞子が入ってしまったものが成長して今目の前に現れているということです。いや、なかなか難しいですね。保湿しないといけないですし、酸素も与えないといけない、かつカビも防ぎたい。この気を短くするだけでこうもカビが難しくなるんかと、難しさをひしひしと感じてます。それはそうと、 K は袋、秋まで放置、ごついですよね。赤ちゃんより重いですから。ちょっと透明度が低い袋なので分かりにくいと思いますが、木が太いため水分が豊富にあるのか水滴がすごいです。もう重いので置かせていただきます。まあ今のところ順調そうでしたね。はい、以上が2021年の進化したミルシイタケです。順調なもの、カビが生えたもの、意外と検討してたもの、場合分けで管理するといろんなことが起きて面白いですね。これからもどんなことが起きるのか楽しみです。そして皆さん、ここからはデザートといきましょうか。覚えてますか？割り箸と爪楊枝で作った割り箸原木と爪楊枝原木、そして自然で土へと変える PLA 樹脂を使った世界初の PLA 原木、これらを見ていきましょう。まずは PLA 原木を見ていきます。いや、割り箸からちゃうんかいと思った方、割り箸はすごいことになっているので期待して待っててくださいね。ということで PLA 原木はじゃん、おお、椎茸の菌糸がしっかりと伸びてきてますね。 PLA 自体も硬くてしっかりと残ってます。椎茸菌によって分解されるのではという心配はなさそうです。それとももっと時間がかかるんでしょうか。まあ、自称世界初の原木なので個人的には一番楽しみな菌なんですよ。ただ見てもらったら分かる通り ACE と同じくあんまり元気がないんですね。これ酸素不足の兆候かもしれません。壁もちらほら生えてますしね。でちょっとこれ失敗したくないので少し解放しててもいいですか。世界初に免じて許してください。次に爪楊枝原木に行ってみましょう。じゃん、水滴で分かりにくいですが真ん中が白くなってるのが分かるでしょうか。分かんないですね。これでどうでしょう、ちょっと分かりやすくなったんじゃないですか。椎茸菌が活性化してきてますね。ただ側面にはちょこちょことカビが生えてます。底の部分まではまだ菌は伸びてきてません。まあこれも袋なので酸素不足の可能性もありますね。まあもしこのまま順調にいくとしたら住み分けるか、椎茸菌がカビを征服していくなんていうドラマも見れるかもしれないですね。成長も10人十色、いや10椎茸十色です。では最後にお待たせしました、割り箸原木を見ていきましょうか。これね、見せようか迷ったんですが、ありのままは見せないと意味がないのでいきますよ。じゃん、いやー、割り箸で椎茸原木作ったつもりがいつの間にかブルーチーズ作ってました。これが錬金術というやつか。冗談は置いていて、なぜ割り箸に青カビが大量発生したのか、これを真面目に解説すると、一つ目は木が生きてるか生きてないか、二つ目は椎茸菌が少ない、他のも切られてるしどう見ても生きてないでしょ。椎茸に使う木って切ってから数ヶ月間は生きてるんですよ。証拠にこの写真を見てもらうと分かりやすいですが、椎茸の菌糸がびっしりとはびこってるのに木から芽が出てます。これほど木というのは生命力が強いんですね。そしてこの生きてる木の免疫によってカビが生えることを防ぐんですね。じゃあ椎茸菌はなんで伸びるのか。椎茸の菌糸はカビの菌糸に比べて大きく強いようです。カビは胞子で増えるのは早いが菌糸が細くて比較的弱い。椎茸菌は伸びるのは遅いが菌糸が太く比較的強い。椎茸菌は木の表面や銅管などの隙間を縫って伸びていき、そこで木と対決して勝ち木を占領していくんですね。さらに木は徐々に弱っていきますから、全て占領するのも時間の問題ということです。ただその時に乾燥などの椎茸菌にとって不利な状況になるとすぐに弱ってしまうのが難しいところです。話を戻すと、割り箸から芽が出てきたなんてことはないですよね。あったら教えてほしいぐらいですか。割り箸は死んでる木なので当然免疫を持ってません。なのでカビが圧倒的に増えやすい環境なんですね。あと椎茸菌はある程度まとまっていないと成長しづらいという特徴があるんですね。このゴマ粒程度の大きさだと菌糸が伸びてこないということが多いんですね。よく見るとこの塊の部分は白くなってます。ちょっと薄く塗りすぎたので椎茸菌が成長せず、カビがその隙に成長してしまったということもあると思います。まあ結果ブルーチーズになってしまいましたが、もう椎茸関係なしにね、これがこの先どういう風になっていくのか個人的にも興味があるので、また1ヶ月後を楽しみにしておいてくださいね。これからもキノコに関する情報や知識、実験を動画にしていきますので、チャンネル登録をポチッとしておいてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。
次の1ヶ月をお楽しみに。ではまた。